2019回始めます。2023年12月15日です。まあね、年末近づいてくるとね、忘年会とかね、あと年明けには新年会とかね、コロナ前なんかはね、普通にあったんですけど、朝日新聞、新年会参加したくない6割弱ということで、忘年会と比べて不要、いらないっていうね、不要派が多くっていうことでね、民間の調査。新年会はいらないね、確かに。忘年会やって正月の後また新年会っていう、ね、この2連発はね、ちょっときついね。新年会はいらないね。私もそう思う。キャリアに関する相談サービスを手掛けるライボっていうところ、東京都の調査機関が、アンケート結果を公表したと。新年会、忘年会に対する。アンケート結果を公表し、約6割の社会人が、新年会参加したくないと回答したということです。まあ、新年会の必要性を感じず、気づかれするとの、反応も目立ち、新年会の文化は衰退していくことが予測されると指摘しているということでね、飲食店からしたらね、忘年会、新年会って言ったら稼ぎ時なんだけど、その2つのうち1つ、新年会はもうこれからどんどんなくなっていくんじゃないかっていうことですね。はい。男女559人から回答を得たと。参加意欲を尋ねね、新年会の参加意欲、全く参加したくない、参加したくない、どちらかといえば参加したくないね。これが全体の 57.4%、 これが参加したくない派だったっていうことですね。はい。で、年代に問わず、大体5割、6割ぐらいの人が、参加したくないと答えてるっていうことですね。理由を尋ねると、特に必要性を感じない。ね、新年会、特にそうですね。あと、気を使うのが疲れる。そうだね、結局は会社の集まりだから、ね、気疲れするね。そういうところでパワハラする人もいるしね。なんで金払ってまで、休みの日出てきてまで、パワハラ受けなきゃなんないのっていうことだから。本当に。あと、プライベート優先したり、それもそうだね。はい。ということで、私もこれ、全くその通り。私ね、あんまりこういうの、もともとね、飲み会とか好きな方じゃないから、飲むんだろうな、友達とかだったらいいけどね、フラットな雰囲気で。会社ともなるとね、やっぱりね、で酒入ると、たち悪いやつ出てくるから、そんで、絡んでくるやつとかね。で酒飲むと今まで喋んなかったようなことも喋り出すような、日頃の鬱憤みたいな喋り出す同僚とかね、上司とか部下とか出てくるから、それがいいっちゃそれがいいのかもわかんないけど、疲れるね。とにかく会社は疲れるよ。嫌なやついるしね。本当に。こういうのは出ない方がいいですよ。新年会にしても忘年会にしても。はい。私はなるべく出ない。ね。なんだかんだ理由つけて出ないですよ、こんなの。っていうことです。忘年会と新年会ね、1回ぐらいはしょうがないかなっていう気はするね、忘年会。忘年会は1年間お疲れ様でしたっていうね、あるから、仕方ないっちゃ仕方ないかなっていう感じしますけど、新年会はいらないね。と思う。私もそう、この6割の中に丸で入ってるっていうか、そんな感じですよ。はい。ということです。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。